DJ デンジャラス紫キュロンレディオキュロンパン FM96.96 ケロキュロン東京は高円寺スタジオ竜宮よりお届けいたします。はい、今週もやってまいりましたレディオケロンパの時間です。はい、どうも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 ということで、それではですね、先週に引き続きまだ話し足りないという京都エピソードがあるということで、はい、そうなんです。いや、そうだ、前回はまだ出発した段階で話が終わった笑っちゃって何言ってるか分かんないんですけどすいません、出発した段階でね、はい、話が終わってしまったんですけれどもね、前回の聞いたことない人はね、ぜひね、遡って聞いてください。ぜひ聞いてみてください。今回、はい、京都旅丸2ということでね、はい、やっていきたいと思うんですけれども、まあ、それでやっとね京都に着きましたということでね、でそこで私もう一つのミスを、見つけてしまってですね、はい、私がね、あの舞妓体験、あの舞妓さんと お座敷遊びをするという体験のコースをね、予約するねって言って予約したつもりだったんですけど、はい、仮予約しかできてなくて、仮予約なので、あの勝手にキャンセルになってしまっていて、できなかったんですか。できなかったんです。ポンコツですね。もう本当にもう私もう旅後半ずっとポンコツって言われてて、もう何にも言い返せない。本当にもうミドルネームができちゃったからですそうなんですよ。でそうで、私がだから唯一できたことは、そのコウさんのライブを予約するという、はい、ことだけはできました。ことだけにね、ことだけにケロッパ。そうなんです。印象的な神社ってどこかありました？印象的な神社は、あの泣き竜。泣き竜。はい、泣き竜の神社なんですけれども、神社の名前忘れちゃった。はい、このエピソードやめときましょうね。はい。印象に残ったところ一つもないということでね、全部忘れておりますけれども、さすがですね。いやいや、おかしいな。はい。そんなねケロンさんね、はい、久々にねもう自分の持ち曲言っていただきたいなと思うんですけれども、はい、はい、よろしいですか。はい、お願いします。それではですね、これ私もねさっき聞いてうっとりしちゃいましたよ。ありがとうございます。はい、それでは紫ケロンで白。あなたの全てが欲しい。だ
Oh, oh, I feel something for you。いかがだったでしょうか、はい、白ありがとうございます、ただ今私の頭の中真っ白になってございますはい、ありがとうございます、この不思議な歌詞なんですけれども、はい、どんなエピソードからできた曲なんですか。はい、この曲はですね、実際に私の友人がですね、こう人に触れるのがちょっと苦手な子がありましてですね、はい、それを聞いて、作った曲なんですけれども、ね、人に触れられないというのは、そうですね、こうなんかあのなんだろう、人に触れたりとか握手とかそうで、あ、握手はできるかな、どうだろう、何ができないんですか。まあハグとか、ハグとか、そうですね、そういう類のものがね、こう苦手なだなっていうお話を聞いて、爪、まあ、をボリボリ書いてるんですけどね、はい、そうなんです、真面目にやっていただきまあ、真面目にやらせていただいたんですけれどもね、はい、ケロンパ、はい、っていうのを聞いて作った曲です。あ、歌詞の中で触れられないっていう、そう、触れたくても触れられないけどでも大好きだよっていう、好きな人ができちゃって、そうなんです、その人に触れたくても触れれない、はい、そうですね、はい、っていう、これ途中で英語の歌詞が入ってるんですけど、なんて言ってるんですか。 I feel something for you って言ってます。パドゥン
I feel something for you. I feel something for you. Ah, yeah, so thank you. そういうことです。はい、ケロンさんにしてはこの AC が入るというのは珍しいですよね。そうなんですよ。はい、英語ペラペラなんですか？ Thank you. And you? And you? なんじゃそれはという。はい。はい、でこれはね、まあなんか、なんだろう、おしゃれな曲だから英語入れちゃおっかなみたいな、そんな感じでした。あ、そんな感じですか。はい、はい、そんな、紫ケロンさんの白という曲を聴いていただきました。はい、お時間もいよいよとなってまいりました。はい、まだまだ、次週も続きます。それでは、ネクストケロンパー。